はい、こんにちは、こうです。皆さん、今ね、ちょっと、今ね、こちらの、快活クラブっていうところに来てるんですけど、まあね、時々、いろんなね、漫画を、ネットじゃ読めない漫画っていうのをね、読みに、結構ね、こういう漫画喫茶っていうのは来るんだけど、これ、赤いリンゴ。この漫画ね、やばいっす。結構ね、このチャンネルでエロい系の漫画っていうのは、結構再生数があるというか結構人気なんだけど、これめちゃめちゃエロいですね。ちょっと笑ってしまう。本当に、うん、本当設定とエロさがすごい。まあ、簡単にね、あらすじを説明するとね、ある年にね、日本ではこの性行為っていうのが違法となった世界。性行為が違法だから、セトリっていうね、まあマトリって言ってね、麻薬取締役とかっていうのが薬の場合はねあるけど、セトリって言って、まあ、言ったらセックスをしてないかどうかっていうのを取り締まる機関があってね、そのセトリの幹部を知事に持つ優等生のヒカルくんっていうのが主人公で、もうこの性行為が禁止された世界だから、もうこの世代っていうのは子供を作るには人工授精しかないと、でセックス自体は禁止と、ね、いうふうになってる世界で、である日ね、この主人公のヒカルっていうのは、まあその親がねセトリっていうものに入ってるから自分はそういう行為はしないと思ったんだけど、まあ思春期っていうこともあって悪意をね連れられたクラブで衝撃的な光景を目にするんだよね。まあそこは言ったら何かっていうと、隠れてみんながみだらな行為に及ぶ、まあ、乱交パーティーをしてるっていう現場を初めて見ると、うん、で違法なはずの行為だし、そういうのに嫌悪感も持ちつつ、なぜか今まで知らなかった、まあ、未知の衝撃快感っていうのも駆け巡ると。でそこで、そのクラブでね出会った美女っていうのが、クラブで出会った女の子が自分の学校に転校してきてっていう話ですね、うん、このセックスというものが、禁止された世界で、このセックスへの欲望っていうものがどんどんこの主人公の運命の歯車を狂わせていくっていうお話、うん、本当にね、もう本当にすごい設定ですね。赤いリンゴのリンゴっていうのはアダムとイブを意味してるのかな、よくわかんないんですけど、そこはまあとりあえず一巻読んでみてください。こういう漫画ね、ちょっと買いづらいからね、こういう漫画喫茶で読むのがいいと思うんだけど、まあめちゃめちゃ面白いです。うん、ちなみにね、こちら2巻3巻まで出てます。うん、でネットアプリで読めるものっていうのも探したんだけど、アプリは、まあ、電子版で購入すれば読めるところはあるけど、無料で読めるアプリっていうのは僕が探す限りはなかったんで、まあ、アプリだとね修正とかも入ってるだかもしれないから、こういうね漫画で紙でこの漫画は読むのがいいんじゃないでしょうか。久々にすごい漫画を見つけたんで、今急遽こういう風に動画を撮ってみました。まあ、よかったらこの赤いリンゴぜひ一度ね読んでみてください。そんなところかな。それではね、皆さんまた次回お会いしましょう。バイバイ。